黄昏のオサを誘拐する。ごめん、聞き間違いかも。もう一度言ってもらえる？英国諜報組織、黄昏のトップの人間をさらってくるって言ったんだよ。って、おいおい、いきなり派手なこと言い出すな。何それ、マジ？いろいろと対策を取っちゃいるが、ここでずっと隠れて過ごせると思うほど俺は楽天家じゃねえ。長期戦は俺たちに不利だ。こっちから攻める必要がある。黄昏のトップともなりゃ、あらゆることの中心人物だ。多くの謎に迫るために最も有効な方法、それは直接本人に聞くことだ。私たち全員がそれぞれの目的に近づくための黄昏の多さこそがそれだとお前は判断したわけか。なるほど、それで誘拐というわけですか。だが待て、誘拐するということは相手の情報をつかんだということだろう。相手は仮にも諜報組織の長だぞ。ルパン、一体どうやってその情報を手に入れた？俺を誰だと思ってんだよ。大泥棒アルセーヌ・ルパン様だぜ。お宝も機密情報も盗むことに。黄昏の情報を盗んできたっていうの？一体どこから？ああ、それはよ、ちょっと前に街中歩いてたらやけに訓練された気配がついてくるんだな。大方黄昏の末端だろうって見当をつけて、そいつを巻いた後逆につけてやったんだ。そうしたら見事。あとは奴らの窮屈な格好にくるまって、見回りご苦労、ところでって感じに聞き出したわけさ。ははー、なるほど、お得意の変装術で聞き出したということですか。それにしても一流の諜報組織相手によくも紛れ込めたものです。人を出し抜くことに関しては右に出る者はいませんね。恐ろしいやつ。偶然っちゃ偶然だが、それを逃さずチャンスに変えるのも泥棒の心得。そっからは情報の裏付けに走り回って、昨夜ようやく確信を得たってわけだ。黄昏ってこの国で最も優れたエリート工作員の集団だよ。その尾行に気づいただけじゃなく。なに、驚くことじゃねえさ。元から才能があった上に教育が良かったからな。それで黄昏の長とやらは？ずいぶん怖い顔するじゃねえか。目標のやつとお前の言うあの男とやらは何か関係でもあるのか？お前が知る必要はない。それで目的の人物はどこにやってくるのですか？現れる場所によって計画の難易度も大きく左右されるかと思いますが。列車だ。あれ、蒸気機関車って知らない？石炭を食うバカだけ鉄の馬って感じかな。それに関しては口で説明するよりも実際にルパンの言う計画を実行に移すなら
近いうちに嫌でも目にすることになるだろうしな。目標は近くウォータールーから列車に乗り込み、北方の軍事工場を視察する予定になってる。俺が手に入れたのはこの視察の間の身辺警護に関する情報ってわけだ。詳細は後でみんなにも見せる。資料そのものを盗んできたのか。まさか。盗みがバレれば当然相手は警戒する。警護の方法も移動経路も変えられちまう。移動中の列車内は視察中最も警備が薄くなる。俺たちはこの列車に潜んで目標をかす。そんな、それはいくらなんでも大胆すぎるよ。面白いと思いますよ。もし本当に実行するというのなら、私は惜しみなく力を貸しましょう。面白いですか。しかし、いくら警護が薄いとはいえ、多勢に無勢。勝ち目は薄いような気もしますが。大体よ、走ってる列車からさらうってどうやるんだよ。走行中の機関車からダイブすんの。心配すんなって、考えはある。まずは二手に分かれる。列車内部で騒ぎを起こし、敵勢力の分断をする役。もう一つは目的として鉄道を使うならば、本人だけを連れ出さずとも誘拐する方法もある。ルパン、お前は車両そのものを奪い去るつもりだろう。車両ごと誘拐。それはまた大胆な発想ですね。ますます興味が湧いてきましたよ。おお、まさかバレちまうと。ま、とにかくバンの言う通りだ。それに奪った後は簡単だ。線路途中にオートモービルを待機、それに乗っておさらばってわけ。危険がないわけじゃねえ。だが賞賛も間違いなくあるんだ。どうだ、この賭け乗る気はないか。ちょっとばかり請求すぎるような気もすんな。危険を犯すだけの価値は。手を貸して。僕は反対だ。リスクが大きすぎる。私はどちらでも皆さんの選択に従いますから。ええ、もちろんですとも。せっかくの機会なんですから。伯爵、それは何か違う気が。いろんな問題を一気に解決するいい策だ。カルディア、お前はどう思う？その通りだ。ルパンのいるいないなど関係ない。私一人でもやり遂げてやろう。さすがにそれは無理じゃない。じゃ全員賭けに乗るってことでいいんだな。その心意気には必ず応える。それじゃこれから作戦の詳細に入るが、その前に一つだけ言っておくことがある。その通りだ、よくわかってるじゃねえか。カルディア、俺たちはお前に適当な教育はしてねえ。心配はするな、必ず役に立てる。みんなもそれでいいな。こうなった以上はね、全力でサポートするよ。お前たちが役に立つかどうかよりも足を引っ張られないかが心配だ。ついに俺の秘密道具の数々が火を吹く時が来たか。ま、任せときなって。
私も参戦させていただきますが、インピーの発明品は文字通りの意味で火を吹かないことを祈りたいですね。サンちゃんひでえ。よし、全員参加なら賞賛は十分ありだ。それじゃ。やあ、いらっしゃい。ちょっと待っててね。今開けるから。お待たせ。さあどうぞ。ああ、今はしびれ薬の実験中。粒子が細かくて既存のガスマスクでは防御不可能。かつ無味無臭だから相手はしびれて動かなくなるまで何をされたかわからない。さらに効果が限定的で離れたところに投げればこちらに被害はない。また副作用がなく効果が切れれば自由に動けるんだよ。うわ、ダメダメ、危ないよ。あ、いやいや、君が倒れたら大変だと思って慌てちゃったんだ。驚かせたね。こんなのすごくもなんともないさ。人を傷つける道具なんだから。本来錬金術師はもっと人の役に立つものを作るための職業なんだ。昔はそれこそ金を作るとか不老不死の薬を作るとか、そういう夢物語を叶えるための方法論でしかなかった。でも今は病を治す新薬の研究なんかが主だったりするんだ。こんな武器を作るために錬金術師がいるわけじゃない。
ありがとう。でも僕はそんな上等なものじゃないよ。それは、いや、ごめん、忘れて。あ、そういえば、驚くほど不自然に元気が出る薬を開発したんだけど、試しに飲んでみるかい？オートモービルが普及して飛行船が空を飛んでも蒸気機関車は相変わらず主流の交通手段だからな。そろそろのはずだぜ。楽しみにしてな。きっと驚く。噂をすれば、ほら、来たよ。やっぱ驚く？俺も初めて見たときは驚いたもんだよ。科学ってのはこんなものまで動かすのかってさ。蒸気機関車にはネオスチームエンジンを搭載していないんだよね。昔ながらの手法でそのまま走らせているんだ。いやいや、フラン、こいつは例外だぜ。ネオスチームエンジンを補助に使って馬力を飛躍的に増強してる。おかげでこんだけたくさんの客車を運べるお化け列車になったってわけさ。新技術と伝統の融合だな。さあ、感心してる場合じゃねえぞ。俺たちは観光しに来たわけじゃねえんだ。
以上、作戦の確認だが。おっ、おっと、これは失礼を。ああ、この俺が通行人の気配に気づかないなんて、ちょっと勘が鈍ったなと思ってよ。おいおい、怖いな。不安になるようなこと言うなよ。多分疲れてるんじゃないかな。あ、そうだ、つい最近不自然なほど元気になる薬を開発したんだけど、飲む？いらねえよ、そんな怪しげなもん。おう、そういえば言ってなかったな。お前の役割は自分で選びな。晩、フランたちと共に列車に乗り込み、連結機の破壊を担当するか、俺やインピーサンと一緒に行動して俺のサポートをしてもらうか、どっちにしろ連結機の破壊だ。やることは変わらねえがな。そいつは連結器の破壊装置だ。取り付けは多少複雑だが、やれるか？俺が訓練してんだぜ、それくらい楽勝だって。車両の連結器は走行中はそう簡単に外れねえ。後列の車両全部の重量がかかってくるわけだからな。だがお前ならもしもの時はお前自身の毒で連結器を溶かすこともできる。俺たち全員の中でもお前が適任だ。頼むぞ。よし、じゃあここからは二手に分かれて行動する。駅を離れるのは俺とインピ3のグループ。そうか、わかった。よろしく頼むぜ、フラン。バンにもよろしく伝えといてくれ。危険なのはどこでも一緒か。わかった、全力で彼女を守るよ。私たちと共に列車に乗ることを選んだか。身の安全は保証してやるが、足を引っ張るなよ。口だけでないことを期待する。じゃ、早速乗り込むとしようか。やらなければいけないことはたくさんあるんだから。ああ、その気持ちよくわかるよ。僕も最初に乗った時はそんな感じだったな。すぐに慣れる。それより気を緩めるなよ。ここから先は。わかってる。僕らがやるしかないんだよね。きっとうまくいく。いや、うまくいくようにしよう。
走る牢獄となった。けど逃げ場がないのは僕たちも同じだよ、バン。逃げる必要などない。なぜならこの場におけるカリウドは最後までその立場が覆らないことを祈るよ。カルディア、準備はいいかい？それでいい。何もせず終わるのならば、それに越したことはない。フラン、今だ。大丈夫。爆発の威力は調節しておいた。それにどちらかというと音や閃光、それに煙幕、目くらましの要素の強い爆弾なんだ。これで少しは黄昏の数が減ってくれるといいんだけど。そう簡単にいけばいいがな。黄昏も出来損ないの諜報員ばかりではない。能力の劣っている者たちもいれば。中には当然抜きんでた実力の者たちも存在する。とはいえ私には遠く及ばない。上には上がいるということをよく覚えておくことだな。鬱陶しい奴らだ。その程度で奇襲のつもりか？チッ、黄昏も随分と質が落ちたな。私が在籍していた頃ならばこの程度のぬるい襲撃はありえない。もしかして本当にバンだけでなんとかなっちゃうんじゃないかな。私に荷物がなければな。ここからが本番だろう。フラン、お前の出番だ。そんな、驚く暇があるなら敵を撃て。もたもたしていると殺されるぞ。ここでできないとは言えないさ。僕だってやってみせる。二人とも
殺す気はない。けど僕たちにだって引けない理由があるんだ。その調子だ。こちらを気にする必要はない。持てる全てを用いて奴。しびれ薬さん、カルディア、僕の心配はしなくていい。そのままそこに隠れているんだよ。いいね。これで十分だ。走るぞ。私の後方を見張れ。分かった。カルディア、ここからはお前の出番だ。連結器を壊せ。作動させろ。やった、まずは成功だね。喜んでいる暇はないぞ。そろそろ視線への分岐点だ。あ、そうか。気を引き、なんでこんなところからまた。ちっ、キリがない。大方私たちが油断していると踏んで後方奇襲を企んだのだろう。おかしい。まだ随分兵士が残ってる。それに車両切り離しの合図も来てない。ルパンたちはどうした。この様子から察するにうまくいっていないことだけは確かだろうな。まったく何をしているんだあいつらは。カルディア、よく聞け。私とフランはこいつらを片付けていく。お前は二両先の車両の屋根に登れ。お前に気づいたインピーがひとまず安全な場所へと連れて行くだろう。
ストックは少ないけど、まだ戦える。僕たちなら心配いらない。行け！全力でかけろ！貴様を捕らえろと言われている。無駄な抵抗はするな。そりゃこっちのセリフだ、バーカ。何？さすがはフランのしびれ薬、よく効くぜ。よう、カルディア。どうやらそっちも足止め食らってるみてえだな。ああ、ちとまずいことになってな。さすがの俺もこの悪天候までは予想できなかった。外は暴風だ。オーニソプターが思うように列車に近づけねえ。インピーが踏ん張ってようやくこの車両に降りたってわけだ。いい判断だが無理な相談だ。インピーは列車の速度についてくるだけで精一杯の状況だからな。何？プランを変更するだけのことだ。俺を信じてついてきな。それが一番安全だからな。さーて、作戦続行だ。第2ラウンドと行こうぜ。計画は狂ったが、連結器を外さねえわけにはいかねえ。このまま車両内を進んで、オサのいる車両の手前で屋根に登る。足音を立てずに移動できるか。いい返事だ。待て、後部座席に誰かいる。おい、そこにいるのは誰だ。ほう、私の気配に気づくとは。なるほど、どうやら話に聞いたよりずっと目おや、随分と覚えが良いのだね、お嬢さん。その通りだよ。あの時はぶつかってしまった。黄昏の関係者じゃねえな。何者だてめえ。私の名はエルロック・ショルメという。以後お見知りおきを。ここで出会ったのは偶然か必然か。駅で出会った際に君たちの様子から事件の匂いを嗅ぎ取って話を聞いてみれば、実に驚いた。なんとも大胆な誘拐を企んでいるじゃないか。へえ、俺たちの会話を盗み聞いたってか。そいつはおかしいな。盗みの特技を持つ者が自分一人だと考えているなら、アルセーヌ・ルパン。正体までお見通しかい。怖いね。多少なり犯罪学に興味を覚えている人間なら、君の名を知らぬ者はいないさ、泥棒紳士君。私かい？私はしがない探偵だよ。探偵？要するに一般人じゃねえか。おい、俺たちの邪魔をするな。時間がねえんだ。そうも言っていられないさ。犯罪の発生を目の当たりにしたなら、それを止めるのは探偵の役目だろう。申し訳ないが、
私は君を捕まえなければならない。おとなしくしてくれれば私も手荒な真似はしないと誓うがね。ご忠告ありがとうよ。けど悪いな、俺たちにも引けない事情があってね。だから少し眠ってな。悪いが、そうはいかない。はあ？なんで動けるんだよ。そんな生優しい薬じゃねえぞ。駅で、君が一度ステッキで床を打つ音を聞いた。音の反響の仕方でステッキに何らかの仕掛けがあることに気がついた。最初はナイフでも仕込んであるのかと思ったが、音の雰囲気からしてそれは違う。中に空洞がある。おそらくガスが詰まっているのだろう。加えてアルセーヌ・ルパンは紳士的な回答で有名だ。となれば人を傷つける武器ではあるまい。おそらく煙幕、それも揮発性のしびれ薬。私は薬学にも多少明るくてね。仕掛けが分かっていれば身を守るのは簡単だ。即席の中和剤を染み込ませたハンカチで顔を覆ってやり過ごしてしまえば。おや、いないな。ご考察ありがとうよ。おかげで逃げる暇ができたぜ。なるほど、チャンスを見逃さない洞察力は素晴らしい。だが、うお、なんだ。君は自分に自信がありすぎるな。だからこそこんな低俗な技にかかっても気がつかない。てめえ、いつの間に。君が先ほど兵士たちと戦っている間にね。この車両に警備の兵しかいないと考えた時点で君の。うわっ、雲かてめえは。最近の探偵はね、大道芸のような技術もなければ犯人を捕まえられないのだよ。お嬢さん、やめておいた方がいい。君の腕力では私には対抗できないだろう。ほう、これは予想がつかなかった。君には何か秘密がありそうだね。そうか、それは残念。しかしどちらにせよ、くそ、なんつう厄介な野郎だ。カルディア、お前は屋根に戻って風に煽られないようにじっとしてろ。そのうちインピーが助けてくれる。俺のことは心配しなくてもいい。正しい状況分析だな。
任せていいのか。二人で内緒話のつもりかい？あいにくだが、それにしてもあの悪名高いルパンに弟子とはね。随分と可愛らしい弟子もいたものだ。可愛いだけだと思ったら痛い目見るぜ。まあもっとも、その前にお前は俺に痛い目を見せられるんだがな。手を頭の後ろで組みたまえ。抵抗しなければ。君は随分と静かなのだな。一介の少女がこのような事態に巻き込まれたならば、泣くかわめくか。確か君は思いのほか肝が据わっているようだ。それとも恐怖で何も言えないのか。なるほどなるほど、素晴らしい考えだ。やはり君は特別な存在ということか。我々にとっても彼にとっても。余計なことを言わないでくれるかな、アレスター。おや、この老いぼれから話す楽しみを取り上げるとは、愛も変わらずひどい仕打ちだ。やっと会えたね、姉さん。
そうか。僕がわからないのも無理はないよね。目が覚めたのもつい2年ほど前だものね。でもほら、知識はあるでしょ、姉さん。僕たちは同じ人を父親に持っているんだよ。それを聞けば、僕があなたを姉と呼ぶ理由くらい。そう、僕はあなたの弟だよ、姉さん。名はフィーニスという。そして僕は今、姉さんたちが探していた黄昏の王者という役職を務めている。嘘はついていないよ。間違いなく僕はあなたの弟だ。たった一人の家族さ。アイザック・ベックフォード。父様の意志を継ぐ子供。それが僕と、そして。驚かせたかな。まあ、そうだよね。自分を狙う組織の頂点が自分の弟だなんて聞いたら、誰でもそうなるよ。それで、姉さんは僕に聞きたいことがあるんでしょ？なぜ自分が黄昏という組織に狙われるのか、胸に埋まるホロロギウムとは何なのか、どうして自分には2年分の記憶しかないのか、自らの体に救う毒とは一体何なのか、そしてその猛毒を取り除くことはできるのか。どうして？おかしなことを言うね。姉さんたちは僕を罠にはめようとしてたんだろうけど、実のところ罠にはめたのは僕たちの方なんだよ。今日この列車に僕が乗るという情報を姉さんたちの手に届くところにばらまいた。少しだけ警備の情報に嘘を混ぜてね。僕もいい加減姉さんに会いたくてね。餌をまいてここに誘い込んだというわけ。一度にたくさんのことを聞いて混乱した？大丈夫だよ。後でゆっくり聞かせてあげる。ここでは姉さんもくつろげないだろうからね。アレスタ、姉さんは確保できた。そろそろ行くとしよう。こちらもこれで終わったところだ。これでもう邪魔が入ることはない。あとはこのまま。行ったそばから珍客だね。アレスター、君も爪が甘い。そう言うな。あの人間兵器が相手ではうまくいかないことの方が多いさ。全員動くな。動けばその男をフィーニスを撃つ。誰かと思いきや
かの有名なエイブラハム・バン・ヘルシングか。随分と久しぶりだね。いつ以来かな。黙れ。君は相変わらず凄むばかりか。無駄口を叩く暇があるなら、さっさとその引き金を引いたらどうだい。黙れ。よく狙うといいよ。頭でも心臓でも。黙れと言っている。次に何かふざけたことを言ってみろ。その時は僕を殺す。君は僕を殺せないよ。ならば試してみるか。昔のよしみだ。どうか銃を下ろしてくれないか。できない相談だ、アレスター。フィニス、今ここで貴様を殺す。私にとってはフィーニスをこの手で殺せるのなら、それが最優先だ。君は迷っている。なんだと？チャンスをこうやって無駄な話ですりつぶしている。引き金を引かないのは、自分が殺されるのが怖いのか、彼女が殺されるのが怖いのか。それとも僕が死なないことを恐れているのかな。ここからこっちに飛び移れ。逃がさないよ姉さん。次こそ貴様を撃つ、フィーニス。
よく飛んだ。偉いぞ。罠にはめられたな。燃料がやばい。飛ばして戻るから結構揺れるけど我慢してくれよな。ああ、こっちは気にすんな。合流地点まで頼むぜ、インピ。安心してちょうだい。先に回収してるよ。そういうことだ。用は済んだ。さっさとここから。どうした、カルディア。胸？まさかホロノギウムに何か。